カスタマーサービスに寄せられるお問い合わせの中で、左利き用のマウスを必要とされるプレイヤーの方々からのお問い合わせをよくいただきます。左利きプレイヤーの方々の中には、当社のマウスをお持ちでない方もいらっしゃるかもしれませんが、当社のマウスパッドをお使いいただいている可能性もあると考えます。この度、4K ワイヤレスマウスの左利き用バージョンである XES をご紹介できることを嬉しく思います。これにより、バクシー製品をご愛顔いただいている左利きプレイヤーの方々にも、ご利用いただける機会をご提供できることになります。販売ルートや厳格な品質管理の観点から、販売数や生産数は非常に限定的なものとなります。このプロジェクトでは開発機の回収は見込めませんが、しかし弊社にその能力がある限り努力を惜しまないつもりです。そもそも左右対称のデザインについては、サイドボタンを左右に固定しソフトウェアで切り替えるようにすれば、右利き左利きの両方のユーザーが使用できるかもしれません。ただし未使用のサイドボタンが操作の邪魔になるという問題があります。よって数年前に右利き用モデルを設計した際、不要なサイドボタンを削除することにしました。今回の左利き用モデルでも、未使用のサイドボタンが左利き用ユーザーに影響を与えないようにしたいと考えました。そのためマウスの右側にあるサイドボタンを固定し、左利き用ユーザーの好みに合わせて左右のボタンを調整しました。 XES の左利き用バージョンの形状、ボタン、仕様、調整は標準の XES と一致しています。 XES がご自身に適しているかどうかについてより詳しくお知りになりたい場合は、情報セクションのリンクをクリックして XES の詳細な説明ビデオをご覧ください。また左利きのお客様にはお詫び申し上げます。リソースが限られているため、XES の左利き用バージョンは、以前にご提供していた6色のカラーオプションではなく、白、青、オレンジの3色でのご提供となります。以上でご紹介を終わらせていただきます。ご質問やご不明な点がございましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。